はい、どうも KB です。今日はですね、第13回目となりますね。で、前回に、足の動き方、踏み方を教えたので、そこと、あと毎度お決まりの3連符の確認からやっていきたいと思います。さあ、どっちからやる？俺からやるか、3連符からやるか。インスタ映え。ちょっと一個でも物つけといた方が動画上ちょっとかっこいいかな。
予感がするで、
はい、ということで第13回目のレッスンが終了いたしました。ですね、3連符はまだこうビートのところにこう付け加えるとまだこう安定感は全然ないですね。なのでちょっと3連はまだまだ練習してもらわないといけないかなっていう感じで、で足の方に関しては別にそんなにどうこうっていうのはないとは思うので、まあ最初ちょっと踏み方が悪いかなっていうぐらいだったので、あとはこうちょっとずつスピードを上げて踏めるようになっていけばそっちの方が多分順調に進むかなと思うので、まあ、とにかく3連だね。はい、あっちをやらないとあの次のその3連のところのエリアは進めてね、はい、ということで3連を頑張ってもらいたいと思います。はい、以上です。ありがとうございました。